はい、こんにちは、ケンです。今回はですね、コペン LA400 用のエアコンダイヤル、面白パーツというのをね、紹介してみたいと思います。こちらです。はい、こちらになります。白いね、GR スポーツに乗ってらっしゃるおじさまがいらっしゃるんですけども、ダブさんという方で、趣味でですね、こういったパーツをね、作ってらっしゃると。私はですね、見合わせのオフ会に行った時にたまたまお会いしまして、こういったものをですね、結構大量にね、皆さんに配っている。このホイールとタイヤに関してはですね、まあ私はね、シルバーの渡辺のホイールを選ばせていただいたんですけども、まあ他のね、カラーだったり他のホイールだったりと、しかもね、タイヤもこういったいろんなね、模様違うのもあるんですよ。 F1 用のなんかタイヤみたいなものがあったりして、好きなのを1個選んでくださいみたいな感じでね、皆さんにお配りしているおじさまに、いただきました。こちらにですね、まあ、付け方としましては、ここにパコッとね、これがね、非常にね、回しやすい、簡単ですよ。しかもこの周りがね、ゴムなので、指にね、フィットしてね、なんとも言えないね、心地よさ、この回すのが楽しい。まあちょっと回しやすいので、ちょっとぶつかった時にグッとね、一気に上がってしまうというのなんですけども、全然問題ないです。またこういったところが、まあ押しにくくなるんじゃないかっていう話もありますけれども、基本的にエアコンってこのオフぐらいしか使わないですよね。まああとはまあこんな感じで全然問題ない。ここは使うんですけれども、こっちはあんまり使わないですよね、ボタンとしてはね。なので非常に使いにくさはないです。非常に面白い、表情変わりますよね。違和感ないんですよ、この純正の内装に対して。まあタイヤのブラックですね。そしてここ、私はシルバーだったので、シルバーとこういったね、シルバーの相性もいいですし、透明から映してもですね、何の違和感もない、非常に馴染むアイテムですね。手作りのね、アイテムですね。タミヤのパーツですね。ラジコンのパーツなのかな。かっこいいし、かわいいし、まあ、内装もね、ワンポイントになるんですよね。この色なんかも、私はシルバー選びましたけれども、当然ブラックとかね、結構明るい色、赤とかピンクとか白とかね、そういったものも作っているみたいですね。コペン乗りの皆さんって、自分でね、クリエイトする、作り出すというか、非常に遊び心があって面白い方たちが多いですよね。非常にね、面白いアイテムくださってありがとうございます。はい、それではですね、今回はこれで終わりたいと思います。このアイテムがね、気になったとかですね、またもうダブさんからね、いただいて、使っている方、私は持ってるよっていう方はね、グッドボタンよろしくお願いします。そして使っている方はですね、ぜひ使い心地なんかをコメントにね、書いていただけると非常に参考になりますので、よろしくお願いします。また持っていない方でもですね、ゲットしたいですとか、パーツ気になってますという方はですね、コメントを軽くね、書いていただけると。そして、こういったね、細々としたパーツなんかもね、ちょこちょこ投稿しておりますので、少しでも興味を持ったという方はですね、気軽にチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。